他の時でも安らかな。喜びを感じることがあるよ。全てが絶頂体験ってわけじゃないけどね。でもいい気分でいるだけだって。楽しいよ。ああ、<laughs> 去年の夏に芝刈り機を動かしていた時、保守的な隣人の会話が聞こえてきたんで、神の子は自由だと叫んだ。あの時のことだね。さて、先へ進む前に何か質問はあるよ。ニワトリと卵と。 どっちが先なんだろう。<laughs> もちろん他の宇宙のすべてと一緒に同時に作られたんだろうね幻想の中では別々に見えるけどね本当はそうじゃないのにあなたは超自然的と言われるような経験をいろいろしているでしょうけど啓示は神から来ているのだからそういうものとは違うの霊的なものを含めほとんどの体験は神ご自身から来ているんじゃなくて自分の無意識の心から生じているのよ それが正しい心の象徴の場合もあるわそういう経験を考えてみましょうかコースのマニュアルにはこう書いてあるわね明らかにこのコースに沿った多くの超自然的な力があることは確かだこの世界がコミュニケーションに課している制約それが精霊を直接体験する上での主たる障壁であるどんな方法であれ これらの制約を克服したものはただ以前よりさらに自然になるただしあなたにできることは2つのどちらか何かを現実にするか許すかしかないわこれから生まれる新しい能力は精霊に預けてその指示のもとで使うことねマニュアルには誰だって全員に可能な力以外のものは持っていないとも書いてある精霊は あなたが特別ではないと教えたはずだし、あなたも自分が特別だと思ったり、人に思わせようとしたりしてはいけないわ。本物は決して騙すために使われることはない。目標を忘れないこと。天国は永遠であり、天国の外であなたがしているように見えることは、どれも永遠ではない。重要なもののはずはないでしょ。正しい視点で物事を見なくちゃね。 許しを実践していると認識も高まるわ。マニュアルにはそういう学習者について書いてあるわね認識が高まると学習者には自分でもびっくりするような能力が生まれるかもしれないだがどんなことができるようになっても本当の自分を思い出した時の輝かしい驚きとは比べ物にはならない。すべての学習と努力を、 この最終的な偉大な驚きに向けさせればその途中で起こる小さな驚きに手間取って満足することはないだろうありがとうそれにもちろん J にも感謝しているんだそう考えると物事を正しく見られるよね特に僕はその最終的な偉大な驚きをちょっぴり味わわせてもらってるからフ <laughs> よかったじゃないかさて 今後我々の訪問は何ヶ月も間を置いた短いものになるから、そのつもりでいてほしい。君が実践を続けるのは励ますためにやってきて、ここにいる間にいろんな問題を話し合い、質問にも答えてあげるよ。だが一番の望みは、君が精霊とともに努力して許しを実践することだ。訪問が短くてもがっかりしちゃいけない。君はもう大人なんだからね。それに、 君に何が起こるかいつも見ているし、いつも一緒にいるから大丈夫。うん、あんた方を信じるよ。ところで、もう知ってると思うけど、本を書き始めたんだ。それについて何かアドバイスをしてくれるかな。もちろん、いよいよ書き始めたことは知ってるわ。あなたは覚えは遅いけど、でも手の施しようがないほどじゃない。<laughs> あら、冗談よ。あなたが少々圧倒されていることを考えれば、 よく書くく書気になってくれたと喜んでいるの。一からコツコツ始めなくちゃならないからっておじけづかなくてもいいのよ。本を書く目的は伝えることそれを忘れないでねシェイクスピアの引用も素敵だしその内容も当たっている上手に伝えられるのがいい書き手なのよルールなんか気にしないことここだけの話だけど英語ってバカげた言葉ですもんね 別に批判する気はないけれど <laughs> そうやめておいた方がいいそんな批判をすると教養がないと思われるそうね私たちの本からあなたの英語が上手でないと分かっちゃうかもしれないし英語の教師の言う文体みたいなものは気にしなくていいってことその通りよ覚えておいて誰かがあなたの本をけなしてもあんまり評価しなくても許すこと外見的に何をしているように見えても いつも自分の第一の仕事は何かを忘れないこと。書き終わったらどうすればいいああ、トマスの福音書をお手本にしたらどうかしら。エジプトのどこかに埋めておくの。15世紀後に誰かが掘り出してくれれば、あなたは有名になれるわよ。<laughs> 面白いね。あー、で、今の人生に当てはまるアドバイスはぜひ教えてほしいな。でないと、 どうしていいいかかわらないよ。自分に本が書けるかもわからないんだでもとにかくやってみるさいろんなことが起こって今気分がすごく高揚しているんだ最近の体験を考えれば呆然とするのも無理はないだが質問があるはずだねそれじゃ聞くけど前にあんた方の体や声のことそれが本当は何なのかをそれに 天使や聖母マリアの出現なんかについても、もっと詳しく説明してくれると言ったよね。苦しいージに参加した時、誰かがメジゴリエの教会で撮った聖母マリアの写真をくれたんだ。メジゴリエって、1980年代に数人の子供たちの前にマリアが現れた村だよ。自分の体験からして、僕はあの子供たちには親近感を持っている。もう知っているだろうけど、子供たちの一人、今はもう大人だけどね。 イヴァンカがメイン州のカトリック教会に来たときには講演を聞きに行った。通訳を介してだったけど、彼女の体験は本物だし、真実を語っていると思ったよ。その時の集まりでは、別の聖母マリアの絵も展示されていたんだ。460年以上も前に、メキシコの、今はグアダルーペ聖母教会になっている場所に聖母マリアが現れて、それを見た男性の、 サボテンの繊維でできたマントに残した姿を元にした絵だった科学者はそんなマントは十数年もすればボロボロになっているはずだって言うんだけど今でもあって教会に飾られているんだよ5世紀も経つのにさで460年を隔てた2つのマリア像があるわけでその一つはなんと写真なんだしかも信じられないことに2つはそっくりなんだよ一体どういうことなんだろう 身体的なイメージは全て心が作ったものだと言っただろうそういうイメージは正しい心と精霊の象徴かもしれないし悪い心とエゴの象徴かもしれないマリアのイメージが無意識の心の中にあってそれが個人や集団によって投影される可能性はある君が言うイメージは西洋的だよね2000年前のユダヤ人女性の顔じゃない 心のの中にあるるものから合成されているんだよ人々の心にあるジェイのイメージは実際の姿とは違うが集団的な心を表しているそれと同じさマリアの出現は少人数の前で起こった場合の方が詳しく伝えられている人々の気持ちが集中しているからでみんなが同じ姿を見るのはそれが原型だからだよ原型という概念は知っているね そういう出現の奥にあるのは精霊の愛だ。個人でも集団でも心がその愛に形を与えるすると精霊の愛は現実だけど形は僕らから生じているっていうことその通りパーサが言ったように形あるものはすべて別の何かの象徴のはずだ。精霊は形を持たない精霊は愛する。精霊の愛の愛輝きが、 君たちの宇宙に差し込んで君たちの正しい心によって具体的な形を与えられることは可能だ形そのものは心の投影だがその奥にある愛は現実だよこれでマリアや天使それにアサンディットマスターの出現は説明できるそれに2000年前に J が卓球のあとに我々の前に現れたこともね我々の心に彼の愛を経験する用意があったから 彼の愛が当時受け入れて理解できる形をとって現れたんだ。今我々の愛が君が受け入れて理解できる体と声という形で現れているように。繰り返すが我々が話しているのは形を作り出す脳のことではない。具象を作り出す心全体のことだよ。心は一つしかなく、このレベルでは分裂した一つの心の産物でないものは、 文字通り存在しえないとも言ったね。我々の愛は現実だが、体は君たちと同じで幻想だ。君の夢の登場人物のように。以前の対話で、我々がこの体を作っていると言ったのは、我々の愛がということだよ。J が卓球の後に我々とコミュニケーションをとるために別の体を作ったというのも同じ意味だ。幻想の形の奥にある本物の中身は彼の愛だが、 すべての形をその細かな部分まで作り出しているのは、眠りつつ投影している心なんだよ。人は体を離れる前に悟りに達するから、悟りに達した存在がこの世界で動いて働いているように見えることもあり得ます。でもその人たちは本当はこの世界にいないことを自分で知っているし、愛によって他の人たちを助けるという目的以外では、この世界に戻る必要がないことも知っているの。 繰り返しになるけれど、一見分裂した心は幻想の中で愛に形を与えているんです。本当は悟りに達した後のマスターたちには形を作る必要はないの。興味深いけど、人によってはあんた方は僕のエゴから生じたって言うかもね。そう考えたい人には考えさせておけばいい。どっちにしたってそういう人間はいるさ。だがそういう人にはこう考えてもらったらどうだろう。 エゴが人にエゴの解体方法を教えてくれるだろうか。悪魔が人に地獄から逃げる方法を教えてくれるだろうか。いいところつくね。実はエゴを教育してそれ自身に対決させようってことなんだな。素晴らしい。なんと優秀な生徒なんだろう。聖なる象徴の出現についてのさっきの話は、 どうしてジョージア州の農家の主婦のもとへ処女マリアが訪れてメッセージを残すのかってことも説明していると思うな。ただしそのメッセージっていかにもジョージアの農夫が言いそうなことなんだけど。本当にマリアが現れたのかもしれないがそのメッセージは農夫が一番よく理解できる形なんだろうな。よく分かってるじゃないか。その女性は真面目だよ。メッセージは簡素かもしれないがそのメッセージが 一番役に立つ人たちに向けられたものだ。それじゃあ、そんなに楽しくない話題はどう例えば、オクラホマシティで連邦ビルを爆破した狂った犯人のこととか、どうしたってつい自分の隠れた罪悪感を犯人に投影したくなるよね。僕らがこの世界に見ているのは自分自身の狂気だってことはもう話したけど、それでも人は僕と同じように、この狂った犯人に 自分の隠れた思考システムを見ることを自分で選んだなんてなかなか思いにくいんじゃないかなどれほどひどい犯罪でも犯人は僕らが無意識の罪悪感を外部に見るために使う都合のいいスケープゴートなんだよねそうだとすれば僕たちが自由になるためには犯人が本当はしていないことを許さなければならないことになるそうエゴは実に巧みに君たちを罠にかけるが。 二つばかり注意しておきたい。恐るべき悲劇に見える出来事があると簡単に引きずり込まれて訳が分からなくなってしまうそういう状況では許すと同時に2つのことを認識する必要があるまず夢の非現実性を認識することを選んでも悪夢に巻き込まれた人たちのニーズや感情に無神経でいろってことにはならない君は愛する人の死に会ったことがあるねその時 どこかの愚か者が「全ては幻想だから悲しむことはない」なんて言い出したら自分の苦痛が軽んじられたって腹が立つだろう遺族が悲嘆にくれるのは当たり前だ常に他人の感情や信念を尊重しなさいコースはこれからも長い間大勢の人々の社会的ニーズを満たしはしないというのはそういう意味だよ人々には結婚式や葬式や 教会の儀式や裁判をさせておけばいい社会にとって必要なことだからコースは通過儀礼ではなく物事の考え方だ第二にそういう悲劇の最中にいる人に全てはあなたが経験することを選んだ台本だなんていうのも同じくらい馬鹿げている人が友人や親戚の死を悲しんでいる時ではなく真実を追い求める時に 真実を学ばばせればいいんだよ。もちろん爆破犯人がゾウの代わりに許すことを学んでいたらそんな事件は起こらなかったはずだだから形のレベルでは「許しは現実的ではない」なんて言わせてはいけないそれどころかこの世界の全てを変えるんだからね真の「許し」と「精霊」という教師を選ぶことはエゴの台本にはないエゴの台本から解放されるために自分で決意して。 選択しなければならないんだよ誰かが結婚式や葬式でコースを朗読したがったらそうさせても構わないよねそれからオクラハマシティの事件のような大勢の人々を犠牲にする爆破って分離の象徴だと思うんだけどビッグバンで天国が破壊されたように見えるのと同じじゃないのかなそう、その通りだがほとんどの人にはそう考える土台がないな 他に質問はあるよ。僕は1973年にエストの訓練を受けて B-DO-HAVE というテクニックというか処方箋を教えてもらったんだけどその後、この方法はいろんな霊的指導者に真似されている。なななりり、たたいい自分になり手にに手手入入れれものを手に入れる方法なんだよ。基本的な考え方は例えば偉大な音楽家になろうと努力したり苦労したりする代わりに。 ただ偉大な音楽家でいて B 偉大な音楽家がすることをして Do 偉大な音楽家が持つようなものを持ちなさい Hub ってこと悪口を言う人もいるけどエストの創始者ワーナー・エアハードは立派な教師だったし当時の僕にはとても役に立ったただし僕の成功は訪れては消えてしまう傾向があったけどそれで B ・ DoHub のようなプロセスをどう思うか 聞きたいんだよそういうテクニックを使うなとは言わないよ。だが我々が語る豊かさとは神のもとに集まる道のことだからどういう存在であって何をして何を持つべきかは自然に分かってくるよ。豊かさの話をする時まで待って成功と豊かさについての君の質問の答えとなるかどうか考えてみたらいいんじゃないかな。ところで。 偉大な音楽家がすることの一つはたくさん、長時間、練習することだよね。それ以外の方法があるかどうか疑問だなうんだけどすでに偉大な音楽家なんだという姿勢が基本にあるとそれが楽にできるんだようんそれもそうだ他にはアーテンあんたに聞きたいことがあるパーサは最後の生涯でとても役に立った許しの体験を話してくれたけど あんたはまだ話してくれていないよね。どうだろう。僕に対する聖なる義務を怠って、主である神の怒りを買うリスクを犯すつもりかい批判がましくなるなよ。って、この言い方は最後の生涯で学んだのさ。じゃあ、話してあげようか。だが言っておく。君が悟りに到達したときは、世界が自分の映画だという考え方の全体が本当に理解できる。前にも話したが、 一つ尋ねさせてもらおうベッドで寝て夢を見ている時あるいは眠りに落ちる前に目をつぶっている時君は動く姿を見て音を聞いているねそうだよ眠っている時には夢の中の出来事が今と同じくらいに現実に思えるよそうだろだが人は夢のイメージを何で見ているのかと考えない目は閉じているんだろう。それなら 体の目で見ているはずはないよね。そこが重要なポイントなんだ。わかった。なるほどね。そうだね。心で見ているに違いない。そうだ。君は以前にも目覚めているときにそれを感じ取った。そしてなんだか怖いと言ったね。実は君が目覚めているように見え、目を開いている昼間も、本当は夜寝ているときと同じで。 見ているののは、は体の目ではないいんだ。いつだって見ているのは心なんだよ。いつだって聞いたり感じたりその他、体の五感がしていると思っていることは心がしている例外はない体そのものが君の投影の一部なんだから悟りに到達すると自分が見ている映画はすべて自分が投影しているとわかる誰か別の人の心から生じているわけではない。 心は一つしかないんだからだから批判など馬鹿げているそう君たちが宇宙と呼ぶ投影は君がたった今経験しているのとは別の分裂したレベルから生じているだから君がそれを現実としようとすれば現実に見えるこのレベルでは体は自分の外側の何かを経験しているように見えるが外側というのは 君自身の心が投影しているマクロな視野に過ぎず、君の経験は君の心の投影のミクロの視野に過ぎない。君の解釈、批判するか許すかだけが、それを現実とするか非現実とするかを決めるというのは絶対的な真実だ。